Jesus refused to turn a stone into bread during his training in the wilderness. However, in the resurrection of Lazarus, Jesus shows the greatest miracle of the miracles. But why? I, Hiroshi Hayashi, think that it was because Maria Bethany was there behind the great miracle that Jesus showed. Jesus couldn't stand the tears of Maria Bethany. Therefore, I just think that that is the reason why Jesus showed the greatest miracle. In other words, Jesus' feelings for Maria Bethany might have been so strong like that. Here is the love story of Jesus with Maria of Bethany. 荒野の修行で石をパンに変えることを拒絶したイエスが、そのイエスがラザロの復活では奇跡中の大奇跡を見せることになります。なぜでしょうか。私林浩司はそのイエスが見せた大奇跡の裏にベタニアのマリアがいたからだと考えています。イエスもベタニアのマリアの流す涙には耐えられなかったということになります。それゆえにイエスはその大奇跡を見せたのではないかと考えています。つまりベタニアのマリアに対するイエスの思いはそれほどまでに強かったということになるのではないでしょうか。これからそのイエスとベタニアのマリアの恋物語について説明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。I am about to read some passages from the Bible. Four people appear in this story. Jesus, Martha, her younger sister Maria, and Lazarus, who is widely understood to be Jesus' best friend. So, this story begins when Jesus comes near Lazarus' house in Bethany. According to the Bible, it was when Jesus came to about 2.5 kilometers from Martha's home. Lazarus had already died at that time and was on the fourth day after his death. So here in these passages, which I'm about to read, just imagine what conversations each had with each other rather than the content of the story itself. Especially at each time, just imagine what Jesus said to Martha and her younger sister Maria. And just imagine what and how Maria thought at that time and why she acted like that. And more importantly, why did Jesus then perform such a great miracle as to revive Lazarus? Why did Jesus, who never used a miracle or perform a miracle, both in the training in the wilderness and in the place where he was killed? Why? With this in mind, you too are able to find out in the background of this story a wonderful love story of Jesus, which is very sincere, beautiful, and pure. これから聖書の一節を読みます。この話の中には4人の人が登場します。イエスとマルタと
その妹のマリアと、そしてイエスの親友と言われていたラザロです。で、この物語はイエスがラザロの家の近くまでやってきたところから始まります。聖書によればイエスがラザロの家から約 2.5 キロのところまでやってきた時のことということになっています。ラザロはその時すでに亡くなって4日目になっていました。で、これから読む聖書の一部では物語の内容よりもその物語の向こうでそれぞれがそれぞれとどんな会話を交わしたかということを想像してみてください。ここが重要です。これから読む聖書の一部では物語の内容よりもその物語の向こうでそれぞれがそれぞれとどんな会話を交わしたかということを想像してみてください。特にその時イエスは何と言ったのか、またマリアはその時何を思い、なぜそのような行動をとったのかと、そしてさらに重要なこととして、なぜイエスはその時ラザロを復活させるなどという大奇跡をしてみせたのかとです。荒野の修行でも、また自分自身が殺される場においても決して奇跡を使わなかったイエスが、なぜ神の大奇跡をしてみせたのかとです。なぜなぜなぜ、それを考えていくと、あなたもこの物語の背景に、いとも淡く、いとも美しく、いとも素晴らしく、そしていとも爽やかなイエスのどこまでも素晴らしい恋物語を知ることになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。日本聖書協会の翻訳文をそのまま朗読させていただきます。ラザロの死。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わさせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こうと。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですかと。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。とこうお話になり、またその後言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。
弟子たちは主よ眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こうと。するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。イエスは復活と命。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるかと。マルタは言った。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますと。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスはマリアが泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのかと。彼らは主よ来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちはご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし中には盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。イエス、ラザロを生き返らせる。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で
石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経ってますからもう匂いますと言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは、周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々に、ほどいてやって行かせなさいと言われた。イエスを殺す計画。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいかと。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かってない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのかと。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので、予言としてイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つ集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企むようになった。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、アレノに近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さてユダヤ人の加越祭が近づいた。多くの人が身を清めるため加越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し、神殿の境内で互いに言った。どう思うか、あの人はこの祭りには来ないのだろうかと。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。以上がヨハネ福音書の第11章ですが、皆さんはこの話を通してイエスとベタニアのマリアの細かい心のやり取りをお感じになることができたでしょうか。つまり普通の男女の関係ではない、なかったということになります。では最初からもう一度読み直してみます。部分部分で私の
解説を挿入します。翻訳文をそのまま朗読させていただきます。ラザロの死。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り髪の毛で主の足を拭った女である。一般的にはですね、西方教会においてはですね、ここで言うマリアというのはですね、マグダラのマリアだと考えられていましたが、しかしその後ですね、近年になってからはマグダラのマリアとベタニアのマリアとは別人であると考えられるようになっているそうです。ともかくもですね、ここでですね、まあ、ただならぬ関係についてですね、皆さんも注意していただきたいと思います。髪の毛で足を拭い体に香油を塗るということはですね、どういう行為なのかということをですね、まあ、想像してみてください。それがイエスとマリアの関係であったということになります。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わさせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こうと。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですかと。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。とこうお話になり、またその後言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。とここでイエスはラザロを友と呼んでいる点に注意してください。つまりですね、イエスはわざわざラザロを復活させた、まあ、大奇跡を使ったということになるわけですけども、なぜ大奇跡を使ったかというその理由付けとしてですね、親友であったというふうに一般的には解釈されているわけですけども、ラザロ自身は弟子でもなかったというわけですよね。ただマルタの兄か弟であったという点です。しかしイエスはそのラザロに向かってなぜ大奇跡をしたかという、まあ、私の疑問の第一点がここにあります。弟子たちは主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こうと。するとディディモと呼ばれる
トマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。イエスは復活と命。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。ここが重要なポイントですから注意深くお聞きください。イエスはベタニアへやってきたわけです。そして 2.5 キロのところまでやってきたわけです。で、それを聞いたマルタがイエスを迎えに行ったわけです。ところが妹のマリアは行かなかったわけですよね。で、一方イエスは直接そのままラザロの家に向かえばよかったんですけれども、行かないでベタニアのそのマルタの家から 2.5 キロのところで待っていたということになるわけです。なぜマリアは会いに行かなかったのか、イエスはなぜ家には行かないで 2.5 キロのところで迎えを待っていたのかということになります。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています、と。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか、と。マルタは言った。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております、と。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。ここが大変重要なポイントです。マルタはイエスを迎えに行って、そして帰ってきてですね、でイエスはその時そこで待っているということになったわけですけども、マルタだけが家に戻ってきてですね、マリアに耳打ちしたわけです。つまりイエスがですね、あなたに会いたがっている。ここが重要です。イエスがあなたに会いたがっていると耳打ちしたというわけです。ということはですね、イエスはマルタに会った時にですね、こう言ったわけですよね。マリアに会いたい、マリアを呼んできてくれないか、と。ここが重要です。話をつなげます。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。それを聞いたマリアはですね、すぐに立ち上がりということなんですね。そしてイエスのもとに走ったということになります。で、距離にして 2.5 キロですから、まあ30分は言うにかかるわけですよね。となるとその間イエスは何をしていたかということになりますけども、当時のことですからね、その場所を動かないで、つまりマルタに告げた場所をですね、動かないでその場所でマリアを
待っていたということになります。つまり1時間以上往復ですよね。1時間以上その場所で待っていたということになります。そしてマリアは繰り返します、すぐに立ち上がってイエスのもとに走っていったというわけです。その気持ち皆さんにも分かっていただけるでしょうか。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マルタがマリアに耳打ちしたことに対してですね、マリアは即座に反応して、そして慌てて外に出たわけです。その時の雰囲気がですね、どのようなものであったかということはですね、周囲にいたユダヤ人たちが後を追いかけたというその記述内容に示されているということになるのではないでしょうか。つまりマリアは墓へは行かないで、つまりイエスのもとに走っていったということになります。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。繰り返しますが、マルタはイエスに会った。そしてマルタは家に戻った。そしてマルタはマリアに耳打ちした。そのマリアがイエスのもとに走った。距離にすれば 2.5 キロですけども、往復するのにですね、つまり1時間以上その場にイエスは待っていたということになります。もしイエスが動いたらですね、イエスの居場所は分からなくなってしまっていただろうということですが、イエスは待っていたというわけです。そしてイエスのもとにやってきたマリアはですね、イエスのもとで泣き伏したというわけです。イエスはマリアが泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのかと。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし中には盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。このヨハネ伝はですね、つまりヨハネの立場で書かれているためにですね、イエスが泣いたのはですね、親友のラザロのせいだと、まあ、ラザロが親友だったからというわけですよね。しかし本当にそうかなということになるわけです。つまりラザロというのはですね、友は友であったわけですけども、しかし、まあ、そこまでね、親友であったかどうかということについては疑問が残るということです。むしろイエスが涙をこぼしたのはですね、流れからするとマリアが理由ではなかったかということになります。マリアが泣いた、それを見てイエスは大変心を痛めたというふうにも解釈できるということです。イエス、ラザロを生き返らせる。イエスは再び心に憤りを覚えて、こうしてラザロの復活の話へとつながっていくわけですけども、なぜイエスはその時ですね、ラザロを復活させるなどという
奇跡中の奇跡、大奇跡をしてみせたかということになるわけです。荒野の修行でもですね、イエスは奇跡を使いませんでした。そして自分の死が及んだ時もですね、イエスは奇跡を使いませんでした。そのイエスがですね、奇跡の中でも奇跡、大奇跡ですよね。その大奇跡である死者を復活させるという奇跡をしてみせたわけです。なぜかなぜかということになるわけですけども、その理由の一つがですね、私はマリアではなかったかと考えています。イエスはマリアの泣く姿に大変心を動かされたというよりもですね、心を痛めたということになるのではないでしょうか。言い換えると、そのイエスの涙の中にですね、マリアに対する深い深い思い入れがあったと私は判断しました。つまり以上がですね、イエスとマリアの恋物語ということになります。その時イエスは何を考えてどのように行動したか、そしてマリアはその時どのように考えてどのように行動したか、それを考えていくとですね、その向こうにイエスとマリアの淡く美しく純粋な、そして素晴らしい恋物語が浮かんでくるということになるのではないでしょうか。もう一つ続いてですね、イエスとマリアの馴れ初め、つまり出会いについて皆さんにお伝えしたいことがあります。続く動画はその動画ということになります。つまりイエスとマリアはそのようにして知り合い、そして今日ここで説明した恋物語へと発展していったということになるのではないでしょうか。Martha of Bethany is a biblical figure described in the Gospels of Luke and John. Together with her siblings, Lazarus and Mary of Bethany, she is described as living in the village of Bethany near Jerusalem. She was a witness to Jesus resurrecting her brother Lazarus.The Gospel according to John, it writes about Lazarus as follows. John chapter 11, 43. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! The dead man came out, his hands and feet wrapped withstrips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, Take off the grave clothes and let him go. Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did, believed in him.ルカの福音書、ヨハネの福音書の中に出てくるのが、ベタニアのラザロとその姉妹のベタニアのマリアということになります。ベタニアのマリアおよびマルタ、マーサは実在した女性と言われていますが、ある日イエスがラザロの家に行ってみると、ラザロは病気で死んで4日が過ぎていたと言います。そこでイエスはイエス最大の奇跡、つまりラザロの復活を試みます。そしてその様子をベタニアのマリアは目撃しています。ヨハネによる福音書第11章43節以降には次のようにあります。こう言いながら大声でラザロよ出てきなさいとイエスは呼ばわれた。すると死人は
手足を布で巻かれ、顔も布で覆い包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさいと。マリアのところに来てイエスのなさったことを見た多くのユダヤ人たちは、イエスがしたことを見て、そしてイエスを信じた。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。Luke chapter 10:38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset.About many things, but only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. イエスと使徒たちは道の途中で一つの村へとやってきた。そこにマルタと呼ばれる女性がいて、イエスたち一行をドアを開けて中へ迎え入れた。マルタには一人の妹がいて、イエスの足元に座り、イエスの話に耳を傾けていたが、マルタはマルタがしなければならない準備のため心を煩わせていた。そこでマルタはイエスにこう言った。主よ、主よ、妹のマリアは私だけにすべての仕事をさせていますが、それでよいのでしょうか。マリアに言って私を手伝うように話してくださいと。それに答えてイエスは、マルタよ、マルタ、あなたは心配し多くのことをしなければならず混乱していますが、一つのことが必要です。マリアは自分にとってより良い方を選びました。そしてその一つのことをマリアから取り去ることはできませんと。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。 That is to say that Mary chose listening to the teachings of Jesus over helping her sister prepare food. Jesus responded that she was rightBecause only one thing is needed, one thing, apparently, meaning listening to the teachings of Jesus. つまり、マリアはイエスの教えを聞くことを選び、彼女の姉のマルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのです。で、聖書の一般的な解釈によれば、ここで言う
一つのことというのはイエスの教えに耳を傾けることということになります。